っちゃんさん、やぶちゃん、ひさしさん、マークさん、マスさん、しげやんさん、ああこんばんは、ありがとうございます。どもどもこんばんは。ショールームめっちゃ久々になってしまいましたごめんねマジで久々やんね。インライは昨日ちょっとめっちゃちょっとやったけどショールームマジで久々です。こんばんは、ありがとうございます。本物だ、アキラサッカーラブさん、本物ですよ偽物はいないと思いますよ。ショールーム忘れてたわよ、味方ちゃん。忘れないで、忘れんといて。今ニーハイブーツ見てたとこ、あ、ナクーさん嬉しい。そう、さっき、ついさっき反省会終わってすぐあのインスタの投稿したんですよ。ぜひ皆さん見てください。まだの方は、一昨日載せたニットワンピーと同じなんですけど、着方をちょっと変えて、ちょっとまあちょっと言うたらちょいギャルっぽい感じなのかなニーハイブーツと合わせてみたので、ぜひ見てみてください。めっちゃお気に入りのコーデなんで、めちゃめちゃお気に入りのニーハイブーツでもあるので見てください。インスタ、そしてフォローもよろしくお願いします。久しぶりのショールーム嬉しい。よしね、そう、ありがとうございます。本当にお待たせしました。最近バタバタして全然配信できてなかったんで、そう、ちょっとあの移動していいですか。ちょっと待ってな、ちょっと移動しますね。すごいあのドアップで移動どうしよう、あ、ちょっと隠します。よいしょ、ほい、移動してきましたごめんね、めっちゃ手で押さえたわ。よいしょ、あ、これちょっとダメだ、手で持ちます。暗いかな、まあいっか、しゃあないな。ドアップに耐えられるはるちゃん、困ってさ。いやもう今日はほんまにあの公演終わって何にも、ちょっと今あのゆみさんからいただいたプリン食べてたんですけどもうあのほんまに公演終わりのままの肌なんで、メイク全く直さずリップも塗らず着てもうたから、ちょっともうヨレヨレなんですけど、はるちゃんのインスタの絶対領域の写真めっちゃ可愛かった。ゆうきさん、ありがとう、嬉しい。コメントもいいねもお待ちしてます。今日の髪型、ここ店の時の髪型だよね、やぶちゃん。そう、分かってくれた。そうなんですよ、みんな気づいてた。今日はまとめ髪ってやつをねしたんですよ、後ろで編み込みで。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、これか、の人が書いてくれたやつ。あ、そうそうそう、え、すごい、これ、あ、気づいてた。そう、ここ店の髪型嬉しすぎる、めっちゃ待ってた、さやちゃん。あ、マジ嬉しい。そう、なんかゲスの夢をするときはなんかこうちょっと髪の毛この辺あった方がいいかなっていう感じだったから、なかなかできひんかってんけど、そう、今日も臭いものだらけやったんで、ユニットが臭いものめっちゃ合ってるわ、これ、この髪の毛なんか衣装に。そう、デコ出しか迷ったんですよ。デコ出しをしようか、表情をねお見せしたいなと思ってデコ出しか迷ったけど、この間ねデコ出しやったし今日はここ店の時のまとめ髪してもらいました。一応ここ店の時の写真をあのメイクさんにお見せして、これでお願いしますって言ったんですけど、その後に前田敦子さんがよくされてたやつですねお願いした、前田敦子さんみたいな髪型でって
はっちゃんの臭いものめっちゃ好き、しんち嬉しい。そう、なんかこの間も久々に臭いものをやってめっちゃ楽しかった。今日も楽しかった。今度ね昼夜あるからね、なんかまた違う感じに見せたいなとも思うんですけど。おろしてるときっと違う雰囲気で好き、ジーニーさん。嬉しい。そんなん言われたらまたしちゃうやん。またします。どんな髪型も似合う。はるちゃん天才。シローさんはオレンジハートいっぱいありがとう。髪の毛が珍しいからちゃんとあの臭いものだらけでも自撮りしといた衣装。そう、ゲスはねほんまに時間なくて、多分踊り終わった後一応時間あるんですけど、もう汗だくやから、そうなかなか写真撮る機会がなくて、多分初日以来撮ってないわゲスの衣装で。はるちゃんの表情が素敵。チャミさん、嬉しい、ありがとう。めっちゃ嬉しいです、そんなん言ってもらえたら。またね、ユニット制覇してるもんね。そう、実はね、実は人魚も一回やったことありますね。写真楽しみにしてます、回ってってください。そう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 、ちょっとねあのまあ公演ありがとうございます配信でもあるんですけど、そうちょっと遅くなったんですけど、あのまあね見てくださってる皆さんの中にも会いに来てくださる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、なんと本日からねあのオンラインお話し会の受付が始まってるんですけど、なんとハルカルーム満員達成しました。ありがとうございます。マネージャーさんもありがとうございます。拍手してくださって、そうありがとうございます。本当にめちゃめちゃ嬉しい。もうなんかドキドキやったんですよ、この間の受付の時に。結構なんか満員が増えて、前々回の時からするとすっごい増えてて、めっちゃ嬉しくて、なんか、まあ、その次で満員達成できたら嬉しいなとか思ってたので、そう内心ねやっぱ思ってたので、なんかすごい今日もうほんまに12時になるまでちょっと他のお仕事をしてたんですけど、もうほんまにドキドキで。めっちゃドキドキしとったんやけど、そうもうめっちゃ嬉しいです。本当にありがとうございます。なんかずっと17歳の生誕、1回目の生誕の時からもうほんまに言わせてもらってるんですけど、ずっと言い続けてるんですけど、もうほんまにはるかはなんかこうまあね何でもできるオールマイティーなアイドルになるっていうのはもちろんなんですけど、やっぱアイドルとしては会いたいって思ってもらえるアイドルに、存在になりたいってずっと思って NMB 加入して、ずっとその目標もこれからずっと達成したいなと思ってるので、なんかそのね一つにまたこう達成というのができてさせてもらえて本当に嬉しいです。ありがとうございます。もう絶対ねあれですから、満員にしていただいたからにはもう皆さんとのねお話し会の時間しっかり幸せな時間にしたいと思ってますし、いやします。なのではるかもねすごい楽しみに待ってるんで、みんなも楽しみにしててもらえたら嬉しいなって思います。ああはるちゃんに会いたいと思った人に嬉しい。そんなはるちゃんに会うのを楽しみにいつも頑張れてる。ゆいかちゃんありがとう。はるちゃんとたくさん話したいです。レム太郎さん、ああ嬉しい、ありがとう。すべてははるちゃんの頑張りの結果です。しげさん、いやいやもうそんなことないよ、本当に本当にそんなことないようです。ほんまにもう皆さんのおかげ、会いに来てくださる皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。だってフル部数、一応ねフル部数でさせていただいてて、で今回前回よりも日数もね増えてて、結構なオンラインお話し会の数だったので、そうどうかなってすごい不安な部分もあったんですけど、
本当に嬉しいです、ありがとう、めちゃめちゃ楽しみ。千崎さん、はるかも10月29日会えるからおめでとう言うね、藤井アットマークみるみるさん、あーありがとう、待ってますありがとう、幸せな時間なのはもう確定してるし、わー嬉しい、いやそれ以上に幸せな時間にしようなもう楽しみですね、本当に。追加日程出ないかな、安則さん、ないんちゃうさすがにないんじゃないですかね、もうだってね前回よりも増えてるぐらいやからね、ほんまに楽しみですけど、なんかねリアルもねもっといっぱいしたいなとも思うんですけど、なかなかね難しいですね、まあどっちも楽しみにしてます。オンラインはねなんか二人きりっていう感じがすごい特にするから、そこも楽しみやし、まあ直接会えるのももちろん楽しみやけど、本当に楽しみに待ってます。あ、なんかちゃうとこ押してもうたすでに話したくて仕方ない、嬉しすぎる、いっぱい話そうな。渋谷つたやサイン会ありがとう、あお父さん、オンラインでも会いに来ます、待ってます、ありがとう、こないだはリアルお話会大阪行きます、あ中村さんありがとう、待ってます、わざわざ来ていただいてありがとう、お疲れ、お疲れ、髪の毛壁について汚れそう待って、壁そんな汚くないからそんな汚くないやろ、東京日比谷ライブで初めて見た、ありがとうございます、美人で目立ってたわ、ちょっと恥ずかしいな全然全然美人美人ではないんで、もう恥ずかしいです、でもありがとうそんなん言ってね、ありがとうございます、褒め上手で(笑)サインは家宝です、いやーそんな、もうサインなんかいっぱい書きますよ、みんなみんなのために、はるちゃんのダンシングハイが好きです、ミッチーさん、わー嬉しい、ダンシングハイね、なんかな、今日とかも渚さんポジをさせてもらったんですけど、渚さんポジはそれこそ、まあ、はるかポジの真後ろでサビは踊るんですけど、そうはるかポジがゆうみさんなのでいつもゆうみさんの背中を見させてもらってるんですよ、あの渚さんポジさせてもらうときは、もうめちゃめちゃより気合入りますね、やっぱゆうみさんがもうあんな髪を振り乱してダンシングハイ踊ってくださるから、今日も筋肉痛になる予定ですか、わらなりたくないんですけどもなると思います、でも今日はそんなにかも、いつもよりないかも、わからんわからんな、なんか髪の毛がやっぱないから、ないっておかしいけど、あのまとめ髪してるから、こうバサバサなる髪がないじゃないですか、こう振ってもそんな振ってなかったつもりなんやけどな、いつもよ、いつなんかそういう渚さんの N みたいなのをなんかこう印象付けたくて選んだ楽曲でもあるから、こうもうね夢中人といえばやっぱ渚さんみたいなとこあるじゃないですか、ライブでも最近特にね多いから特に強くなってきてると思うんですけど、だからこそなんかこう渚さんのイメージが強いからこそ、なんかそこに立たせてもらうメンバーはその渚さんになんかこう寄せるでもなく、こう自分らしいそのメンバーらしい夢中人をってよくね言われてたんですよ、そうだからなんかそう思った時になんかこうかりんさんとかがセンターで夢中人される時とかはすごいなんか
メンバー愛みたいなのがこうね全部にこう伝わるというか、なんかねそういうかりんさんのちょっとなんかこうダンスもなんて言うんやろ、スマートな感じというかなんか渚さんはほわーっとした感じじゃないですか、雰囲気。なんかこうお顔もそうやし笑顔もそうやし、なんかこうそういうイメージで、かりんさんはちょっとスマートなちょっとかっこいい感じなんやろうって思って、その時になんか、まあ、はるかはなんやろうな、よくなんか犬みたいって言ってもらうことが多いんですよ言ってもらうことっておかしいかもしれんけど、言われることが多いんですよ、なんかこう、うん、犬みたいってやから、なんか犬イコールなんかこうちょっと人懐っこい感じというか、無邪気な感じじゃないけど、なんかこうそういうのを自分のキャラとして夢中人で出したいなって思って、だからなんかほんまに夢中人は等身大の自分をなんかこう出そうとというか、うん、等身大でいようとしてますね多分ね。まあファンの方は分かってるというか知ってると思うんですけど、なんかよく最近はまあそれこそキャプテンとかさせてもらうようになって、なんかちゃんと喋らんと いけないちゃんと喋る、うん、場所が増えて、なんかすごいめっちゃしっかりしてるみたいな、なんかもう、うん、しっかりしてるしすぎてるみたいなイメージもうなんかねついてきたかもしれないんですけど、全然そんなことなくて、ほんまに多分無邪気な感じ、子供なんですよね中身は、うん、見た目もやけどやかなんかそれを出せたらなって思ってやってます。夢中人は他の楽曲はなんか N はちょっと大人っぽいの多いから、なんか等身大よりちょっと背伸びした大人っぽさ出せるように頑張ってるけど、そう、ステージ上と配信では雰囲気違うね。な、そうよな。でもなんか、やから多分夢中人はこれに近い気がする、配信に近い気するな。そう、まあでもほんまになんかそういうの考えるのめっちゃ楽しい、公演やってて、この曲はどうやとか楽しいです。やっぱ夢中ライブ大好きいつも言ってる、お家であのアーカイブ見ながらママにやっぱ夢中ライブ好きやわとか言っていつも言ってる。ママ聞き飽きたと思います、そろそろ伝説の魚のはるちゃんも好き、ああ嬉しい。バタヤンさん、伝説の魚はなんか自分と重なる部分がすごい多くて、歌詞がなんかめっちゃ感情入りますね、あれめちゃめちゃ自分と重なります、大好き、めっちゃいい歌詞、ほんまにマジでいいこだわり聞くの楽しい、気づけるようにもなりたい。ああ嬉しいね、そんななんか深くねみんながこう考えてくれるのは嬉しいです。ママと一緒にアーカイブ見てるのはしょうちゃんだ。たまにママが忙しそうじゃない時は見てます。でもママは結構配信見てくれますよ、見てくれてますね、めっちゃ。曲ごとに人格変わるはるちゃん好きよ、シゲオドライバーさん、それめっちゃ意識してますほんまに多分なんうっかりたんさん普段はもうこれだけですよ、これ一筋、一筋っておかしいけど全然そんなことないけど、公演とかの時だけはもうほんまに何人おるんかレベルの見せ方をしたい、
めちゃめちゃやっぱね、公園って変わらないじゃないですか。あのまあ組閣とかがあれば別やけど、それまでずっと同じことをするわけやんか。でやっぱりね、ポジション変わるって言ってもそんなね何ポジもするわけじゃないから、なんかそう、それを、まあ、キットファンの皆さんは会いに来てくださる時になんかこうそんな深く考えないのかもしれないけど、その見れるっていうことだけを考えてきてくださるかもしれへんけど、やっぱりね何回も見に来てくださるからには違うものをライブならではのねいいところ出したいので、そこスイッチがたくさんでほんとすごいそうね、コロコロ変えたいなって思ってます。表情はうん、見るたびに違うね。マッサンやろう、そこ頑張ってますよ。 N に風は移動したけどチームの雰囲気変わってきそう。どうなんやろうな。でも MC はすごい、なんやろう、期待してます。面白いからもっとなんか、まあ今はね、まあ N なって言ったら2回しかまだ公演なかったけど、慣れてきて喋れるようになったらいい味を N に出してくれるんちゃうかなって楽しみにしてます。雰囲気的にはもうでも N はやっぱ先輩方のあれがすごいので、色が濃いのでそんな変わらん気するな。なんか、うん、先輩方のおかげでな。ゆくぼうものでのはるちゃん飛びかかってくるかと思っておもろ、あれか、 This is NMB のライブか。マジ感情入っちゃうなあれはあれはな、いいよな。話聞いてたら公園行きたくなってきたから水曜日の申し込んできた。ああ嬉しい、待ってるよ待ってるよ、待ってます。ミカニャも復帰します。え、そう思った、びっくりした、知らんかったん知らんくてツイッターで知りました。ミカニャ出れるんやと思って、びっくりびっくり。嬉しいね、戻ってきてくれて楽しみ。久々ミカニャン一緒に出れるの。カラコンの人ですか、おもろ、そうそうニャンミカさんすごいな。皆さん待ってますよ、劇場でもお話し会ももちろんだけど、劇場でもお待ちしてますね。じゃあちょっとそろそろ終わろうかな。まだねブログね一切書けてないんですよ今日ちょっと短かったらごめんなさい。ちょっとね感謝の気持ち、お礼もね書きたいんですけど、あのブログの方にも書かせてもらいたいんですけど、ちょっと書けなかったら申し訳ない、もう明日書きます。でも本当に書きたい気持ちはやまやまなんですけど、ちょっとショールームをね、ショールームを直接ねみんなにありがとうございますっていう気持ちを伝えたい方が勝ってしまって、ちょっとブログまだ書いてないのですいません、そうごめんね。でも本当にもうあのさっきも言わせてもらったんですけど、はるかルーム満員計画達成させてくださって本当に本当にありがとうございます。もうみんなに会えるのがすごい今からより一層なんか楽しみになったし、ワクワクいっぱいなので、
みんなも楽しみに待っててくださったら嬉しいです。本当にありがとうございます。ありがとう、配信ありがとうございます。なちさん、こちらこそ見に来てくれてみんなありがとう。ではでは、ちょっとランキング読みますね。いきます。13位、夢野さん、ありがとうございます。12位、やぶちゃん、ありがとうございます。11位、シム、ありがとうございます。10位、ポンズさん、ありがとうございます。9位、しょうちゃんだわん、ありがとうございます。8位、味方町、ありがとうございます。7位、T シャツさん、ありがとうございます。6位、中村さん、ありがとうございます。5位、なっちさん、ありがとうございます。4位、さやちゃん、ありがとうございます。3位、アッシュアッシュイさんかな、なんて読むんだろう、漢字弱くて本当に申し訳ない、ありがとうございます。2位、野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。そして1位がカラスさんです、ありがとうございます。なんて読むんだろう、アシュラさんか、ありがとうございます、教えてくれて。アシュラさん、ありがとうございます。すいません、もう漢字弱くて本当に申し訳ない、もうおバカポンコツですいません。それでは皆さん、改めて本当に本当にありがとうございます。もう楽しみに待ってますね、お話し会も公演も待ってます。ではでは、今日は配信も見に来てくださって久々になってごめんね、でも来てくれてありがとう、また待ってます。じゃあね、おやすみなさーい。